公共工事の入札をめぐる増収賄事件で、昨日小泉町長から辞職願いが提出された鹿町では、町長選挙の日程を来月二十四日投開票とすることを決めました。全員協議会は小泉町長の辞職願いの提出を受け非公開で開かれました。 職務代理者を務める正代義則副町長がこれまでの経緯や入札制度の仕組みなどについて説明したということです町では500万円以上の工事は町長が最低制限価格を決めていて今後、制度を改める方針を示しました 各自治体、どんな手法を取っているのか、しかましとしてどの、どういう形がいいのかというようなことを少し整理をして、まあ、新庁長の下で方向を決めていくというようなことになるかと思いますまた、福田光悦町議会議長は、調整をチェックする機関である議会が、今回の事件を防ぐことができなかったことについて、反省すべき点があると話しました。新新新しい新長の下で、えー、新たなあ こんなことが二度と起こらないような入札要項の変更等をまた執行部と調整しまして真摯に向き合っていきたいと思っております。一方、鹿沼市の選挙管理委員会は今日町長選挙の日程について来月十九日告示、二十四日投開票とすることを決めました。町長選をめぐっては今年四月の県議選でいずれも落選した。 稲岡健太郎前町議と鹿町出身の高岩勝人前金沢市議そして南正夫町議の3人が出馬へ意欲を持っているとされています。